はい、どうぞ、こんにちは。谷川でございます。ということで、本日の食材がこちら。ヒレジロ漫才魚っていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。ヒレジロ漫才魚っていうことでね。このね、見事な巨体に、この鱗、アロワナみたいな鱗ですね。で、この上と下にこういうね、長いヒレがあって、そのマンボウみたいな感じ。で、尻尾はこんな感じですね。で、ちょっとここは白いんですよ。おそらくこれがヒレジロ漫才魚のヒレジロっていうのが来てるんでしょうね。で、個人的に気になってるのはこの口に入ってるこのルアー。取れないですよ。で、こちらのヒレジロ漫才魚なんですけど、石垣島の漁師さんから送ってもらったんですよ。で、この魚はどうやらタルイカ、大きなこのぐらいの10キロぐらいのイカがいるんですよ。あれの漁にかかったらしいです。なので、簡単に言うと、これエギですね。ちなみにこのエギの名前は、おっぱいすってっていうらしいです。本当にどこら辺があれなんだろうか、ここら辺かな。ということで、今日はこちらのヒレジロ漫才魚を使いましてフライを作っていきたいなと思います。そしたらまずは鱗取れないんで、鱗ついたまま3枚に下ろします。まずは頭を落として内臓を取り出していきます。じゃあ頭を落としていきますね。あ、でも案外ね、綺麗に入ってきますね。包丁はもっと硬いのかなと思ったら意外に柔らかい。でね、歯は鋭いんで口持つと痛いですね。思ったより骨がめちゃくちゃ柔らかい。で、この問題の口に入ってるおっぱいすってを取り出さないとね、話にならないんでね。どんな形、どんな針がついてるんだろう。うん、うわ、これすげえな。これどうやって取り出すればいいんだろう。こういう風に取るか。これが頭ですね。でかいな。これ兜焼きとかにしても美味しそうですね。すごいな、これ相当重たい。1キロぐらいある。で、この内臓にね、絡めついてる。あー、くせ。すごいな。摘出完了。見てこの針、すげえなこれ。はい、ではこういう感じで頭と内臓が取れましたら3枚に下ろしていきたいなと思います。やっぱりね、鱗は柔らかいですね。案外スイスイ包丁入っていくぞこれ。ちなみにね、漁師さん曰くヒレジロ漫才をめちゃくちゃいい出汁が出るらしい。骨もね、お味噌汁とかにすると美味しいんじゃないかな。せーの、よいしょ。おお、これはこれはどうですか。結構綺麗な身じゃないですか。密室的にはね、サメっぽい。で、おろした骨の構造とかはね、マナガツオとかに近いかな。初見の魚はね、いつさばいてもワクワクしますね。魚によって骨の構造って全然違うんですよ。こんな骨初めて見たもん。ここにこうブワーって入ってる。でもここまで来てしまえばこっちのもの。はい、ではこういう感じで3枚におろせました。そしたら腹骨をすいて皮を引いてフライにしやすいようにカットしていきます。なんじゃこれ。え、なにこれ。腹骨が取れないだと。ここね、普段だったらスッて取れるんですけど、包丁が入っていかない。奥までなんか入ってる感じ。なんで、ここで一回切り落とします。こうして、で、ここで一回皮を引いちゃいます。背中の方だけね。変わった魚だなぁ。はい、こんな感じ。うん、腹骨が壊るでしょう。
裏側見るじゃないですか。ほら、ここまでね、骨が入ってるんですよ。こんな魚の構造初めて見た。はぁ。これはおろすの難しいわ。で、ここはこういう風にこうか。ここはね、お味噌汁とかに使いたいと思います。はい、では切り身状に切っていきたいと思います。はい、こういう感じに切り身状に切れました。こうなんか脂が乗ってて美味しそうですよ。ここら辺とか。今日はね、このぐらいでいいっすわ。はい、ではパン粉付けしていきます。小麦粉、まんべんなくつけます。卵、パン粉。はい、こういう感じ。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。見た目は美味しそうだよ。じゃあここら辺をいただきますかね。お、柔らかい。さあ断面はどんな感じだ。おお、断面はこんな感じ。なんかカジキみたいな感じだね。いただきます。うまい。これね、びっくりした。すっごい旨味がある。もっとね、サメみたいにこの食感はね、ふわふわで楽しいんだけど、旨味の少ない魚かなと思ったら、このサメに似たふわふわな身質にカジキより強い旨味がある。マンダイとかそういうのに近いかな。すげえ美味しいよこれ。びっくりしちゃった。ちょっとマヨネーズとかね、つけてね、食べると、あ、うまー。これほんとうまい。最近食った魚のフライの中でダントツでうまいわ。はい、ということで今日はこちらの漫才魚ときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん、牛乳のやつ。いい音。美しき七谷さん、いただきます。はぁ、うめぇ。なんで漫才魚っていう名前なんだろうね。それじゃっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日はね、ヒレジロ、マンザイウオっていう魚を食べてみましたけども、あの見た目からは想像できないぐらい、繊細で美味しい味でした。びっくりした。あれね、冷凍保存してあるから、いろんな料理してみようかな。バター焼きでもいいし、ムニエルでも、煮付けでも、塩焼きでも、天ぷらでもね、あれは多分何でも美味しいと思う。しかも身もね、たくさん取れる魚なんでね、お値打ちですね。おっぱいすってに釣られて。おっぱいすってにね。おっぱいすってって何？でね、ちなみに今日のあの漫才王が、魚自体は2000円、その発泡スチロール代とか送料とか氷代とかで全部込み込みで7000円でした。7000円でもお値打ちな魚だなって思いました。そのぐらいの味とボリューム、すっごい美味しいお魚でした。ということで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。掴んで、ちょっと待って、波じゃない、ちょっと待ってよ。なんだろう。うーわ、え、指入れてみ。いやいやいやできた。アンコウじゃん。はい、ほらほらほら、もうすぐ。よいしょ。よいしょ。あぶね、みんな危ないです。生きたアンコウはね。で、牙もこんなに鋭いんだい。目がこんな感じ。ヒレも大きいな。俺のね、手ぐらいある。うわー、すげえな。口の中こんなになってるんですよ。アンキも入ってるかな。お、アンキも入ってる入ってる。はい、これ胃袋。胃袋の中何が入ってるか。さあ、出てこい。ほら、で、ここに心臓があるんですけど、まだ心臓が動いてるんですよ。ほら。あ、本当にでも。うわー！